リバイブです。ファミリーマートのおすすめデザート。パチ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 。宇治抹茶、宇治抹茶なんですよ、今。宇治抹茶のメニューが増えてまして。抹茶クリームたい焼き。ふわふわケーキオムレット宇治抹茶。宇治抹茶の生チョコ餅。宇治抹茶の生チョコタルトです。美味しそう。まあ食べながらね、食べていきたいと思います。食べながら食べていきたい、はい、わあすげえ、これ予想の2倍ぐらい抹茶です。これどうですか。うまい、うまい、うん、あ、これ美味しい。これも食べてる。これ振ってみ、めっちゃ抹茶。これコンビニっぽくない。ドキュメンタリー、リアル、落ちぶれたアラサーの男たちが普段何をしているか、普段どういうテンションなのかっていう、どうなんだね。同年代からして俺らってこう、なんて言うんだろう、例えば落ち着いてる方なのか、子供っぽいとか、人生舐めてるとか。人生舐めてるな。人生舐めてるのかな。でもさ、俺多分、割と最近すじゃん。まあまあそうね。イメージ通りっぽくない？なんか俺、みんなのイメージ、俺これのままな気がするんだよね、この静かな感じで。ああ、なるほどね。あ、じゃあまあ、自然、逆にじゃあ俺らは、こんなにつまんねえやつなんだって最近。で俺最近思うの、ヤートシがこうなんつうんだろう、ヤートシも疲れ始めてて前の方が面白かったなって。いや俺のね、面白いポイントは言うたらね、俺なんだ。面白いっていうかね、なんて言えばいいんだろうね。俺的にリバイブのムードメーカーは言うたなと思って、なんか言うたがテンション低いとみんなテンション低いだ、言うたがテンション高ければみんなもなんか、なるほどね。そう、そう言ってくれるんであれば、俺はこうみんなを鼓舞したいね。別に春とかがさ、機嫌悪かろうとさ、俺らは別にワイワイできるしさ、あっていう感じなんだけど、ゆうたが多分機嫌悪いと俺らはワイワイできないんだよ。あ、なるほどね。なんていうの、テンションやっぱ動画にするんだったら上げないとさ、いけないよねっていう。どうなんだろう、そういう時もあってみる。最近ずっとこう。逆にこのテンションを今日こう分かち合える人がいれば俺らも楽だね。そうね、もう頑張んなくなってきたもんね。そうそう、決してこうね、素が陽キャな人がいないから。俺だって陰キャだもん。え、陰キャなの。陰キャなんじゃない。陽キャではないよね。陰キャではない。俺のその陰キャ陽キャのライン通貨ボーダーってこう、なんて言うんだろう、女遊びが好きとかそういうイメージなんですよ。それでいくと、まあゼクスは陽キャなんじゃないか。おかしいだろ。俺は最近ほんと何も興味なくて、何も言われなければ多分何もしてないから、俺は本当に陰キャなんだなって思う、ここ最近。その基準がおかしすぎる。例えばこう、ゲーム好きはどっち。ゲームは陰キャなんじゃない。陰キャ、あ、陽キャって何。こう、うわーってみんなで酒騒いで。陰キャってなんだろう、なんか俺らのさ、周りのザ陽キャって誰だと思う、友達に。こうって言われると、やっぱああいう感じか。香水とガイと、ガイは陽キャでしょ。俺はこう、あ、でもそう言われて確かにこう大卒組は陽キャなイメージが。コウスケとか。コウスケはちょっと違うな。あ、そう。二回者だ。石田は？石田も違うと思う。あいつはなんか特殊。特殊。森山？あ、いいか。でも難しいな。で、俺らの中ではようだと思う。うん。こう、人と接敵して、接敵っていうか、接敵。人とこう接敵した時に、俺、うわってなっちゃうから、まあ、その時点でいいんじゃないの。そう、わかる。対人が苦手だもんね。おーみたいにテンションなんないもんね、うん、嫌いじゃないじゃん。
別に嫌いじゃないし話したいし会いたいんだけどねっていう例えばさ、さすがに言うたらあれだけどさ、うん、でそれこそ、あでも外部あれだったし、外部行ったらあれだった、うん、ちょっと微妙な仲のやつとかに会うと、うん、知らんぷりしちゃうぐらいのレベルの、なんかそこら辺で会うとあって思うんだけど、うん、声はかけれない。あーな、俺多分一人だったら絶対かけないと思う。でしょ、うん、そっか、その時点であれだな。余計であったら見たことあれば、わーえみたいな。俺さっき、ちなみにさっきの言っていい、うん、あのさっきコンビニにさ、俺らの前でレジ、うん、会計してた女の人で、うん、あれ知り合い俺。あ、そうなの。多分向こう気づいたかわかんないんだけど、うん、まあマスクしてるし分かんないかなと思って声かけなかったんだけど、それかけれないっていう、そのこっちしらみしてたよ。いやだからワンチャン気づいてんのかなとか思ったんだけど、あえてちょっと声かけれなかったっていう陰キャが出ましたね。とても素敵な人だったけどね仕草が可愛かったよね。結構年上で。あ、そうなんだ、うん、若いっすね。まあっていうと俺ら陰キャなのかな。でも最近なんか若作りすごいよね。若作り、おしゃれになったしさ。若作りやめろ。髪型も良くなったし。あとなんか最近ないんすか。そのなんか最近？最近そう、最近若作り頑張ってんだって俺は思う。あ、でも若作りでやめてくんない、なんか。なんだ。若作りでやめてくんない。こう身だしなみってかこうステータス向上みたいな。最近本当に最近、これはもう言ってないんですけど。はいはい。全身脱毛に通い始めました。マジで。まあまだ1回しか行ってないんだけど。とうとう。そう。ええー。いや毛いらんなと思ってさ。いやなんかさ、ビジュアル系ってさ、毛ないイメージじゃん。うん、あ、まあそうだね。そう、だからやっぱ毛はいらんと思う人種じゃん。ビジュアル系、バンギャもそうだと思うんだけど、ね、うん、毛嫌いだと思うんだよ。もう最近だって最近の人々がもうそうなってるじゃん。そうそうそう。ね、昔はさ、本当。別に男は毛、うん、あのしょうがないぐらいの感じだったけどさ、うんうん、今は普通の人も脱毛するの当たり前みたいになってきちゃってるんだよ。そうだね。そんな中ビジュアル系が毛生えてちゃいけないだろうと思って、うん、まあ普通に本当に自分としても毛嫌いだからいらないなと思ってやってみようかなと思って、うん、おー、はい、高かった。高いね、めっちゃ高い。やっぱなんだっけ、エステだと結局その後生えてきちゃうらしいから、医療ちゃんと医療に、そのなんかね、永久脱毛みたいな。やっぱあの3桁近いぐらいの数字にはなるの、値段的には。まあでも回数とかによるんだけど、ね、まあ、一応俺は3桁はいかないけど、うん、基礎が、まあ、いく人はいるんじゃないかなって感じがする。それやっぱ濃さとか面積によるじゃない、場所と あとはやっぱその濃いとやっぱ回数その分必要になっちゃう。ああ、やっぱそうなんだ。でも全身って本当にあのなんつうのこう V 入賞するとことかも。 V 入賞、 V を狙え、 VIO だ、 VIO、 あのなんていうの、うん、VIO 本当俺首から下全部。へえ。あ、じゃあのおティンおティンなんていうの、 V ゾーン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 もちょっとね迷ったんだよね。そう、すごい迷ったんだけど、ただまだ1回しか行ってないからとりあえず途中でやめることできるじゃん。だから、あ、そうなんだ。そうだ、もうツルツルにするかちょっと残すかまだ迷ってるんだけど、うん、そんな感じですね。それ男の人がやるんでしょ。それがね、女性だったんですよ。女の人がやんの。しかも超恥ずかしい。2人。マジでめっちゃ恥ずかったなんか紙パンツみたいな薄いティーバッグみたいなの履かされてそれ動画にしてきてほしいの。無理に決まっとるやん。めっちゃ恥ずいよ。それで女の人がこう何やんの、ローションなんか。でもね、目隠しみたいにされるから、その光で、うん、だから目隠しみたいにされるから見えない、やられてるとこは見えないけど、うん、なんかそのローションみたいなの塗られて、うん、あったかいの塗られて、うん、ビビビビビビビってなんかもうここなぞる感じ。あだからここ超くすぐったい腹、ずーっとここ何回もこうやってやんの。超くすぐったい。じゃあさ、なんつうの、穴のさ、穴のとこもビビビビビ。そうこうやってやって、あと普通にあのゴロつぶせで寝てこうやって
やば、そうなの、はずいよ、マジで。で、可愛い綺麗な人なんですよ。まあ普通に綺麗な人だね、でもおばさんとかじゃない、普通に多分20代30代の。あ、何分ぐらいかかるんですか？1時間ぐらいするよ、本当に。全身だから辛いな。でもね、思ったより痛くなかったよ。なんか痛みはないんだ。いや、ちょっと痛いけど、うん、でもさ、なんかよくみんなめっちゃ痛いみたいな、うん、じゃん。そんなじゃないんだよね、俺。なんかこう、桃の後ろとか結構痛そう、痛点が。痛くない、全然痛くない。マジで足とかほぼ痛くないよ。脇はちょっと痛い。あと、チンゲはめっちゃ痛い。痛いんだ。チンゲは痛かった。え、それってさ、ケアしていくの？ケアって？こう、例えば多少剃っていくとか。あ、もう一回自分で、背中は剃れないから、背中以外を全部ちゃんと剃ってきて。へぇ、言われて。ティンも？そうそうそう。ティンも剃んの？そうだ。マジで？血毛もだ。怖ぇ。血毛も全部剃る。へぇ。やってるときは何かお話すんの？お話、今日暑いですねみたいな。でもね、俺なんかピアスすごいですねって言われた。へぇ、ケツをやられながら、オフオフみたいな。オフとかはなんない。普通でもそんなね、マジでケツとかそんな痛くないんだよ。あ、そうなの。ほんと痛かったのはマジでチンゲぐらいで、あとは別に割と普通に会話できるぐらい普通に。あと腹がくすぐったいからちょっと笑っちゃうかもしれない。あ、うっ、なんなんか俺言ったら、うわ、こいつキメーとか思われそうだな。それ男の人に変えてくれたりしない？あ、どうなんだろうね、わかんない。最初の、あの契約する時のカウンセリングみたいなやつは、うん、カウンセリングっていうか、その先生みたいな、まあ、そう、ちゃんと男の人。へぇ、ヒゲさん、似合う人とかだったらいいと思うね。うん、じゃちょっとそこも気がかりで、やっちゃってさ、あぁ、顎ひげ伸ばしたくなる時期が来たらどうしようみたいな。でも俺もそれ思ったんだけど、俺ねえなと思って、絶対ヒゲ使う時期がね。ってあったとしても多分似合わないから、俺顔的に。だから多分伸ばすことはないだろうなと思って。ワイルド系の人だったらさ、うん、似合うかもしんないけどさ、俺ちょっと違くね。まあそうだね。いや、言うたら微妙なとこだよね。まあそうだよね。伸ばしても似合うだろうし、たまに伸ばしてるとかあるんだけど、逆に春とか絶対伸ばすの似合わないから、まあね、あいつはしちゃっていいと思うよ、うん、俺一番、彼が一番最初にやると思ってる。まあ要はあれだよね、最近そのワイルド系がもう流行んないというかさ、うん、こうどっちかっていうこう韓流のこう塩顔とかさ、そういう方が人気ですもんね。でも10年後にワイルド系が流行った場合、死亡する。そうね、俺も本当最近こう、なんていうの、本当に美意識消えて、好きなさ、別に女でも男でもいいんだよ、そんな。好きな人を見つけたい。うん、だそうすると人って変わるじゃん。でもそれを見つけてからじゃ遅いんだよ。ああ そ, うね、その見つけた時に、じゃ あ例えば俺がいい人見つけたっつって、うん、前の金髪音源ボサボサジャージで行ったら絶対相手にされないじゃん。そうだね、準備をしとけば、そうそう、いつ会ってもいけるようにみたいな。なるほどね。そっか。そしたら気づいたらもうおじさんになっちゃうよ、本当に。もう片足もうあれだよ、踏み入れてる。来月俺誕生日でしょ。まあ一番、まあやってかっこよくなるのが一番だと思うけど。まあでもさ、俺脱毛もさ、別に誰か見られたいとか、なんつうの、毛キモって言われたくないとかそういうことじゃなくて、自分として毛が嫌だから脱毛するだけであって、あ、ね、だからよくさ、女の人とかさ、うん、なんか化粧のこととかなんかよく言わない、なんかなんだっけ、化粧薄い方がいいとか言われたけど別にお前のために化粧してねえよみたいなこと言う女の人いるじゃん、うん、その感じ。別にお前らのために脱毛してねえよって、俺が自分でしてえだけなんだよっていう話。俺が、うん、俺もこのまま行くと今の状態だとこう、なんていうの、単純に剃る時間が短縮されて嬉しいぐらいのレベルだから、あ、それをちょっと変えたいよね、俺の場合。でもその剃る時間が短縮されるだけでもめっちゃでかいぜ。まあそうだよね。だって一日毎日朝さ、ヒゲ剃るとしてさ、まあ1分だとしよう、
1ヶ月で30分って、あまあまあまあそうだよね。それをだってもう何十年もう50年とか今後続けていくわけだ。そうしたらさ、ね、結構な時間になりそうじゃない？え、俺部屋掃除しちゃって、うん、家に帰る楽しみが増えちゃったの。車生活、車生活言ってたじゃん、うん、卒業したの。車生活もしなくなっちゃって、家でご飯を食べる。どんだけ汚かった。何が？いや、まあ別に、まあ全然住めるけど、エアコンもなかったんだよ。エアコンは結構どうしたの？まあまあ、いや、そろそろ行こうかなと。いや、おっそでも、かれこれ2年ぐらいね、壊れてるんですよ。やばいですよ、よく生きてこれたの。俺に関しては俺ほんと多分無人島行ったら一番長生きできるよ俺。いや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 、 なんで俺体勢ついたよ。何の体勢？いやだってお前クソ寒い中布団なしで車で寝れます？それはどうやって寝てたか俺教えてあげようか、うん、まあお風呂入って、うん、出たぬくもりをぬくもりを感じたままここに来て、布団ないからこう服をこうしてこうやって寝るんだよ。できる、できる。それを2年間続けられる。無理。絶対無理。でも逆に言えば、冬は俺も死んじゃうけど、夏は俺生きていけるよ。夏も辛い。夏は俺生きていける。夏はマジでやばい。夏生きていける。本当に死ぬ。マジでやばいよ。いや、冬のが死ぬでしょ。さっきの美容とちょっと繋がるかもしれないし、部屋を掃除したっていうことにより、最近結構マメにね掃除しちゃうの。ああいいことじゃん。いいことでしょ。でエアコンもそのうちつけるじゃん、うん、そしたらこう次は人をさ呼びたくなるっていうことにつながるじゃん多分。でもちろんそこに女性がもしいたら女の子が部屋に来るからかっこよくなんなきゃでそうなるかもしれない。何の臭いんですか？カッポーめっちゃ臭いのこれ。マジでクソまずいんだこれ。まあでもこうやっぱ効果はあるよね。なんかかっこよくなったもん最近。かっこよくなってはいない。あのロン毛の時より全然さ、ロン毛の時よりこっちの方がいいよね、うん、俺の弟も言ってたよ。この人誰おしゃれだね。あとでそうあれ美容室、うん、あのロン毛の時代はさ、うん、あまあロン毛が好きだったのもあるけどさ、うん、マジ美容室1年に1回とか行っても半年に1回、うん、だから年にしか行かなかったの、うん、今2ヶ月で1回行ってるからね。あすごいね。でちゃんとその美容室もさ今まではあんま行ってなかったからもう担当とかいなかったんだけど、うん、今もう同じ人にしちゃんと決めて行ってる。まだあった、うん、これで終わり。で歯医者も3ヶ月に1回行ってるよね。ちゃんとそういう逆に言うとそこまで行くと、うん、いい人見つけるなってこう応援したくなる、うん、いやだから別にいい人見つけたいんでやってじゃなくて自分の単位ねやってるよね。そう、あのそう言えばかっこいいってこう寄ってくる作戦。じゃあ彼女も出張ですって言った方がいいか。逆に最近俺こうなんて言うんだろうな、男の人でかっこいいって思う人を見つけたい。その人になりたいってこう頑張れるかもしれないし。ああなるほどね。その発想もあるなと。確かに女の人恋人欲しいとかもいいんだけど、かっこいいこうなんて言うんだろうな目標。ああ、そう言われるとさ、いないかもしれない。かっこいい、自分で思うかっこいい男の人を見つけて、それを目指す。それもいいんじゃないかな。てか、なんか男の人をかっこいいって思わなくなっちゃった。ああ、なるほど。前はさ、自分がかっこよくなっちゃった。違う、男じゃなくて、なんか。だから、まあ、多分俺最後にかっこいいと思ったの、ハイドのぐらいで。ジェイソン・ステイさん。ジェイソン・ステイさん。あれはちょっとベクトルが違う。あ、違う。けど、まあ、かっこいいと思うけど。だそのなんか、こういう人になりたいっていう芸能人とかでもさ、のがなんか、いない。あいる？ベイリーは女の人だよね、完璧に。うん。ユータもなんか男には憧れなさそうに。あんまりこう、ないよね。なんだよ、これ全部フィルムかよ。そうだよ。
ここに書いてあんかと思って。BT21 コラボ。BTS。BTS。BTS。BT21 って何？ちょっと聞いて。そのキャラクターでしょ？あ、これなの？まだ入ってない。BT21 っていうこのなんかサンリオみたいなあれがあるの。あ、そうそうそう。あと金の窓まで。入ってきます。怖い怖い怖い。本当にやられるぞ。本当にやられる。やべ、めっちゃ目の前にいるけど今。開いてたん。超気まずい。やべ。やべえ怖え。目合わせらんない。お前が怖えよ。だって怪しいよ多分ね。やばいよ。あ、結構あっちからしても怖いと思う。逆にさ、こう客観的な俺らを見てちょっと怪しいやっぱ。まあ俺が怪しいよね思う。車もやばいしさ。まあ今で言うそう、今の感じでね。これ今またちょっと怖がっちゃってるけど、堂々としてたいなって。いや、怖がったドッキュン来たなんて言わねえ。だから俺まず閉まってると思ったからさ。ガッツリ開いてるよ。めっちゃなんなら目の前で目合ってよ、俺言いながら。俺も目合ったんだ。そう、最近俺差が激しすぎて困るんよ。なんだ。知り合い、まあこっちのこのバンド関係友達とこっち違う方向、方面あるじゃん。うん、すごい今美意識高まってるやん。だって俺が化粧水パシャパシャやってるって言うとめっちゃバカにしてくるの、男でそんなのしねえだろ普通みたいな。いや、するよ。そうそうそう。いやね、俺昔その考えだった。うん、いろんな人がいるなと。まあでもそういう人に限ってかっこいいんだよな、もともとが。まあわかる。腹立つよな。で、俺もさ、それ系でちょっと一歩踏み出せてないことがまだあるの。うん、あの、普通のこういうプライベートの遊びとかでファンデーション塗ってくるやつ。ああ、まあ主に大春さん。そう。あれやって、ね、俺やったことないよ。あれはちょっと踏み出せない。さすがにメイクは、ライブの時しかしたことない。だって、春に関してはさ、眉毛とかもしっかり。そう、描いてるよね。あれすごい尊敬するもん。あと、ノーズ。うん、シャドウ、ただパンパンじゃないよね多分ね。うん、もういろんなの使ってるじゃん。あれはすごい、マジのメンズメイクだよね。あ、でもやっぱ職業柄かしてる人見るともうパッて分かっちゃうよね。うん、分かる分かる。全然あしてんなみたいな。でもやっぱ知ってるからさ、動画とか見ると春だけ肌綺麗に見えんだよね。ああ、なるほどね。もともとは分かんないよっていう。いや、もともとはまあ綺麗な方だよと思うけど。もうノリが違う。いや、白いんだよ、あいつなんか。あと俺、まあでも、やっとしまうか。みんなさ、俺らジグロじゃん。うん、春だけ多分ジグロじゃないじゃん、あいつ。だからもうあいつだけ白いんだよね、なんか。まあ、可愛いからね。髪毛ださん。俺も頑張りたいなと思うんですけど、まあ、とりあえずちょっと環境を整えて余裕が出てきたらちょっとこうヒアルロン酸注入したりしよう。どこに注入すんだよ。玉。玉なんで玉もっとでかくなる。玉でさえでかいのに。確かにそれで言うと美意識は今言うとか一番低いかもしれない。ダントツだと思う。だんだん俺本当にこうなってもよ。もうみんなこうじゃん。最近ヤトシも痩せたしさ。そう、ヤトシもさ、あいつヤトシ地味に高いよ、うん、今だよね。昔結構さ、うん、撮影の時とかもさ、うん、あいつも適当で来てたじゃん。今も絶対髪セットしてきてるし、うん、メガネかけないし。そう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 、メガネかけなくなったよね、うん、もうあのアスレチックの動画久々に見たのに全然違うよ。別人みたいだよ。ジーパンパンパンだもんね。で、髪になんかボサボサで、メガネして。春はまあずっとこんな感じかな。ずっとそう。一番、もともと高かった。あいつはずっと高いね。みんなさ、何で好きになってくれてんだろうね。顔なんかね。俺はこう、俺の中身を知ってほしいかな。こう、その、容姿がダメ。まあそこも頑張りたいけど、こう、中身を知ってほしいのもある。俺の人間性はデイリーが一番知ってるから。クズって言われる、たまに。いや、だから腹黒いだけだよ。腹、うん、でもじゃあの、まあなんつうの、表はこうなんか2パターンじゃん。
最初の第一印象、俺絡みづらいっていう人といい人っていう人があるやん。でその次に腹黒があるじゃん、うん、でさらにその奥本当にいい人なの自分で言うけど、そう、分かるよね疑いのその本当の奥を見てほしい。まあでもいい人だと思う。でも競ってる、そう、腹黒といい人がマジで競ってる。あ、そうだね、なんかこうなんていうの、二重人格みたいなところもあるよ。あ、 そう、そのさ、いい人っていうのもなんか演技とか嘘なんじゃないかって思うぐらい腹黒があるから、どっちが本当だってなっちゃう。そうだね、それは俺も自分で感じてる。それはなんか二人いるなって。あ、そう、まあ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 、でもこの3人は本当に人がいい。奥底はね、きっと。まあ、結局仲いいってことは似た者同士の可能性があるから、まあそうだね、みんないい人かみんなクズかなんていうんだろうな、こう生きるためにクズな、クズも必要だっていうのをこう、あ、心得てる。マジ何を、なんだお前それみたいに思われるみたいな。まあでもあの、まあみんないい人よ、人間ってそうなのかもね。そのいいところをさ、あ、にを腹黒に勝たせなきゃいけないんだよ。ちょっと結局さ、その時によってさ、自分の心境によってもさ変わるじゃん。多分例えばなんか嫌なことがあったりとかした時は人に優しくできるだろうし、でも自分がなんかさ調子乗っちゃってる時ってさ、なんか変な態度取っちゃったりするかもしれないしさ、その時にもよるしさ。だから本性って分かんないよね。分かんない、自分でも分かんない、うん、分かんない。まあ、たまにはこういうトークだけもいいんじゃないでしょうか。久しぶり、なんか久しぶりな気がするね、このトークばっかな。トークだけのやつ一時期結構多かったけどさ、ぜひ全部聞いてほしいですね。まあこういう時は割とカットなしにしとく、少なめの長いのにするか。悩むね。長いのにして字幕はもうなし。デイリー君いるとこういうテンションになっちゃう。まあそうね、俺が悪いんだ。いや違う、そういうことじゃない。ほっとしちゃう。なんて言うんだろう、地元前に、前に、みたいな。でもさ、デイリー的に見てさ、まあ、興味は普通じゃん。こういうテンション俺ら普段と変わんないじゃん、うんうん。逆にさ、本当の YouTube 用にうわーいとかやってたらキモいっしょ。違和感はあるでしょ。うん、まあそうだね。そんでこんな、まっちゃー、うぃーとか俺らがやってたらさ、ちょっと引くでしょ。うん、でそう、最初撮影行くのにちょっと勇気必要だったな。なんか二人ともキャラ変わっちゃうんかなって。まあ頑張ってる時はあるけど、最近でやっぱ素だよね。そうですね。まあちょっと次の撮影が珍しいコンビだから、そこでどうなるかちょっと楽しみ。明日、そう、あ、お互いに。そうそう、まあこの二人だとこういうテンションになっちゃうけど、そうね、違うコンビだとどうなるのかなっていう。確かに、まあ、ゼクさんあんまり変わんないかな。まあ、俺誰とでもあんま変わんなくない。俺が一番変わんない気がする。そうだね、大体俺なんかこのテンションで向こうが頑張ってくれる感じから。俺はこうやっぱ慣れてるとこういう風に感じになっちゃう。次はこう珍しいからどうなるかな。まあもしこの動画を見てくれた人ももっとテンション上げてくれって言うんだったらコメントも。あ、もう全然、逆にそういうのもストレートに教えていただける方がこう、そうそうそう、まあこんなこと言ってる時点でダメなんですけども、うん、もっと明るい方がいいですってなれば、そう、もっと面白いなんかボケてとかさ、面白い動画にしてっていうのか、うん、こういうなんかただのトークでも聞いてくれるのかね、そう、分かんないとさ俺らもさまようからね。共同体。逆に本当こう未熟なんでこう成長させてくださいっていう、こう頼れないグループ。お互
とやっぱ普段がこういう感じだからさ、ボケようとしてもボケ慣れてないんだよ、うん、まあ言っちゃうともボケ担当がいないんですよね。 その時点でちょっと YouTube 慣れてる、向いてない。でもまあギリボケることができるのがここだと思うよね、正直。ああなるほどね。いや私も割とボケないじゃん、あいつ。ああまあそうね。彼は自分がこうなんかまとめ役っつうか、お兄ちゃん存在。そう、俺は一番好きなんだけど、ね、一番いじりやすいって思う。バカにしてるじゃなくて、いやバカにしてるやつ。それはバカにしてる。最近本当に静かになっちゃったから警戒してるんだ。そうだからまあね、春もあいつはボケとかじゃなく本当に不思議な人じゃん。不思議な人、ちょっと、ね、言っちゃったもうあのままでいいのかなっていうのもある。だからボケをできるのがここだと思うね。だから俺らが頑張って面白くするとしたらボケないといけないんじゃないかな。ね、信じられないでしょ。俺がボケなんて考えられないでしょ。確かに。という感じで、多分またこのメンツになったらこういう動画になるかもしれない。まあそうね。それが決めちゃう。この3人集まったら、うん、パチンコやって、あのそうシリーズみたいな。あのもう本当やってることがまんま過去に戻った一日みたいな感じですから。本当に友達との一日だからね。ただ。そうそうそう。まあでももう大でも言っちゃうとあんま新しいんじゃないの。ビジュアル系の方たちって特にこうすんごい綺麗にさ見せるじゃん。そうね。本当に YouTube から知ってくれた人は本当にこれがどうなったらこうビジュアル系できるのみたいな。まあ今半分できてないですけど、理想というかさ、あれはさ、うん、YouTube だけ見てくれてる人でさ、うん、途中までバンドマンって気づかなかったぐらいの人がいるぐらいがあるんだよね。え、この人たちビジュアル系なんだぐらいでさ。そうそうそう。またじゃあこのメンツの時はリアルなリアルな俺たちをリアルな一日を送ります。そのうちデイリー君がキャバクラ行きたいっつったらキャバクラに、でまあさすがに店内は取れないだろうから、はい、出てきた時のみんなの感想というかアヘ顔具合を、はい、はい、やっぱそういうのってみんなで行って感想を言い合うのが面白いじゃん。映画とかもそうじゃん。まあそうね、映画みんなで見て、うん、終わった後に感想を言い合うのが面白いんじゃん。そういうことよね。なるほどね。じゃあそんな感じでまた会いましょう、うん、この奇妙なテンションの冒険をまたお見せするかもしれません。リアルライフ、リアルライフ。バイ。